こんにちは、Gです。今回は Chromium OS のお話。いつもはインストール手順と操作の動画なんですが、今回はちょっとおまけがあります。Chromium OS は Chrome OS のオープンソース版で、原点はイギリス生まれのプリント OS です。2018年、中国資本となり、Fade OS と名前が変わり、Fade が事業継続しています。画面の URL が公式サイトです。こちらの URL がラズパイ版の情報です。ダウンロードしておきましょう。Chromium OS for Raspberry Pi 4B and Pi 400の下にあるアセッツを開きます。画面の名称のファイルを右クリックしてリンク先を別名で保存を選びます。このサイト、ちょっと反応が遅いんですが、数十秒待つとファイル保存のウィンドウが表示されます。このサイトには Chromium OS とFade OS 両方の情報があるんで注意が必要です。ダウンロードするのは Chromium OS の方です。Fade OS については動画後半で解説します。ダウンロードが終わったらエッチャーでいつものように SD に焼きます。32GB と 64GB の SD でテストしたんですが、何度かトラブルがあり、数回焼き直ししました。見かけはうまく動作するように見えたんですが、Chromium OS はパーテションが複雑で、コピーエラーのためか、ユーザーエリアが確保できないエラーでした。SD が焼けたら、ラズパイに挿して起動します。初期設定はうまく単純化できていて、極めて簡単です。イングリッシュをクリックします。ランゲージとキーボードを日本語指定します。ログイン画面では Gmail アカウントで登録します。最初はランチャー画面表示なんですが、アプリがないので空のウィンドウが表示されます。画面右下にコントロールパネルがあります。設定ウィンドウを開いてデバイスからストレージ管理を選びます。画面では使用可能領域が 26.3GB 残っています。これは正常な状態ですが、前述のエラーの場合 3GB 程度になっていました。使用可能領域の確認がエラーチェックにもなります。このままでは何もできないので、Chrome Web Store をクリックしてアプリをインストールします。マイクロブロックオリジンを検索してインストールします。アプリじゃなく、機能拡張も普通に利用できます。次にゲームをインストールしてみます。もう一つ何かインストールしてみましょう。左下のランチャーをクリックします。せっかくなので、ちょっとゲームを起動。
設定画面はブラウザーの設定プラスアルファといったところでしょうか。次はブラウザーのテストです。いつものように動画再生を試します。動画再生かなりいいですね。全画面表示中マウスやキーボード操作してもフレーム落ちが少ない。設定のデベロッパーに Linux 開発環境のインストール機能があります。特に用はないんですが、オンにしてインストールしてみます。アップデートとアップグレードはマストでしょうからやっておきます。またナノとネオフェッチもインストールしておきましょう。まとめです。Chromium OS は軽く、動画再生も問題ないんですが、それだけです。Chrome Web Store だけで完結するしかないので、それが許容できる方にはいいかもしれません。外部ドライブは認識できなくて、フォーマットするかとアラート表示されますが、フォーマットできません。悪くはないんですが、良くもない。正直すぐ飽きました。冒頭でお話ししたように、Chrome OS のダウンロードサイトには、Fade OS への誘導があります。Fade OS は、Chromium OS に Android アプリサポートなどを追加した中国の OS です。Fade OS のダウンロードは、画面のサイトで、Fade OS for You から、Raspberry Pi をクリックして、キーボード画像をクリック。エッチャーで SD に焼いてラズパイに挿します。クラウドベースの OS なので SSD を別に用意しました。ランゲージ、キーボードとも日本語を選びます。フルインストール推奨ということでインストールボタンを押すしかありません。でもインストール後、再起動しても同じインストール画面に戻ります。何度かインストールを試した結果、クラウドベースは諦めて、ローカルでインストールすることにしました。それで前に進むことができるんですが、問題があります。ユーザーライセンスとプライバシーポリシーに同意が求められるんですが、これがくせ者です。画面の URL で全文が確認できますが、重要な点だけを要約してみます。ライセンスタイプがいくつかあります。Fade OS は無料ではなく無料トライアルなので注意してください。価格は年間
12.99 ドルと比較的高額です。法的管轄権が書かれています。中国の法律に縛られます。これ大丈夫？プライバシーポリシーのデータ収集の範囲がすごいんです。これはひどい。中国国内向けのルールで個人情報は全部よこせと言ってるのと同じ。評価目的で動作できる状態にしてみます。ローカルアカウントでのインストールの様子をご覧ください。一応ブラウザーが動作するようにはなりましたが、クラウドサービスがないので、Chromium OS と大差ありません。ブラウザーで動画再生を試したんですが、ご覧のようにマウスやキーボード操作のたびに再生が飛んでしまいます。画面チカチカしてるでしょ？動画再生は正直使えないレベルです。それよりもプライバシーとセキュリティの点から絶対試してはいけない OS ではないでしょうか。もちろん私は評価後直ちに削除廃棄しました。フェイド OS の担当者の方、私ライセンス違反してないからね。ご覧いただきありがとうございました。このところ日本ではコロナ陽性反応者も重症者数も激減しています。諸外国とはあまりに違う状況ですね。ところでワクチンの温度管理事故が各地であり、ワクチン廃棄のニュースがありました。画面のワードで検索してみたんですが、日米以外は同様の事故がない。温度管理事故はヒューマンエラーなのでどこでも起こるはずですが、ニュースがない。日本ではコールドチェーンが構築され、厳格な温度管理が行われました。ひょっとすると、海外ではなんちゃってワクチンを打ってるんじゃないかな。ではまた次回。